皆さん、おはようございます。中央競馬予想、中央競馬じゃなかった失礼しました、Y 氏の馬券地方競馬探検のコーナーです。この動画では、2014年2月に、12月29日ですね、本日大井で行われます、メインレースですね、農林水産大臣商店、国際交流、第60回、東京大商店グレード1の予想をしていきたいと思います。今年の、ファイナルですね、予想、はい、動画でございます。本当は昨日の夜上げたかったんですけど、ちょっと仕事で、すいません、あげられなかったです。すいません、失礼しました。ですね、そうですな。まあ、中央勢が、まあ、ねえ、多分上位だと思っているのですが、ちょっと今日はテキストを用意してないので、そのままてか新聞も用意してないんですけどね、まあ地方競馬情報サイトの馬、出馬表から、予想をしていきたいと思います。まあ僕の本命はですね、まあ人気するでしょうけど北高たる前ですね、前走、中央の、G1ですね、悲願の初制覇ということなんですけどね、叩き2戦目で、初の G1 中央 G1 制覇となりました。地方の、重賞はね、もう無類の強さを誇っているのはね、皆さんご存知だと思います。でこの馬自体、この馬自体ですね、まあ使って、良くなるタイプだということを厩舎サイドも言っておりますので、前走からさらにですね上積みあるのではないかと思いまして、北高たる前を、本命とさせていただきます。とはい、対抗はですね、お隣、コパノリッキーにしたいと思います。やはり、まあ今回、コパノリッキーが穴を主張すると思います。まあやはりね、今東京雨降ってるんですけどね、夜まで多分降り続けると思いますんで、やはり、不良馬場となるとやはり前残りが、警戒されるのかなと。まあ多分逃げてね、最初に、1コーナー回ると思いますんでね、位置取り良いところを取れると思いますんで、まあコパのリッキー、逃げ残りを警戒しての、対抗とさせていただきたいと思います。黒三角は、サミットストーンですね。まあ、地方の対象格といったところですかね。やはり、前走の、ね、浦和記念が強い勝ち方でしたよね。まあ中段ね、中段から、徐々に押し上げてきてね、4コーナー回って、直線の短い浦和で、まあ差し切ってのですね、一着だったので、やはり相当強いと思います。すいません。まあ鞍上 石崎駿でしたっけ、騎手との相性も3111と相性はいいですし、まあ大井コースも2100と相性は抜群です。
前がねペースが速くなって潰れるような展開になれば、4番手5番手から、ですね、刺してくるんではないかと思っております。はい、4投目ちょっと待って4投目ですね、白三角には、ワンダーアキュートを、選びたいと思います。ちょっとね8歳は実はこのレース絡んできてないんですけど、今年の、帝王賞1着馬ということでね、結構、帝王賞から連勝するというね馬が多いレースでありますんで、まあ8歳でもねチャンピオンズカップも、5着 JBC クラシックも3着でしたしね、まだまだ元気なんでね、多いコースも 1-2-2-2 といいですし、やっぱり竹ジョッキーは、まあ、この馬のことをよく知ってると思いますんで、はい、勝負どころ知ってると思いますんでね、白三角にしたいと思います。4番でね、はい、5番手はクリソライトですね。クリソライト、やはりちょっと中央の馬場ではねいまいちパッとしないんですけど、地方に来るとやはり、JBC クラシックもそうですし2着しましたし、日本テレビ杯船橋の、レースですねはもう直線ねすごい、話しての何馬身話した圧勝でしたからね、やはりちょっとね、まあ、ちょっと内側に入っちゃってね入っちゃったんで、揉まれるとちょっと弱いところがあるんですけど、まあ、うまく外に、戸崎ジョッキーがね、有馬制しましたしね、有馬制しましたし、まあ、うまく外に出せればですね、ひょっとしたらこの馬も後ろから突っ込んでくる可能性はあるんじゃないかと思っております。はい、ローマンレジェンド多分2番人気すると思うんですけど、まあ叩き2戦目でねいいかなと思うんですが、去年の東京大賞典6着で同じ距離の、帝王賞も6着というね、一昨年一着したんですけどね東京大賞典でね、勝ってはいるんですけど、その後なんか、6着6着と続いてまして、どうなんでしょう、馬場が合わないのかどうなのか、帝王賞に関して言うとまあギアが入れ替わらなかったということを岩田ジョッキーが言ってますし、よくわからないというで、東京大賞典ではなんかテンションが上がりすぎてこの馬らしくなかったということなんで、ひょっとしたら大井はあんまり合わないのかなという感じがしますんで、無印と、したいと思います。まあ、買い目はですね、そうですね、北高たる前頭の、3連単ですね、コパノリッキー2着付けで、あとは、内からクリソライト、サミットストーンワンダーキュートに流す3点マルチにするか、マルチにすると何点になる、2 6
6、18点でいいのかな。そんなに少ないか。まあ、北高たる前とコパのリッキーから、サントに流す3連単の、3連単マルチで、勝負をしたいと思います。はい、ちょっとテキスト用意しておけばよかったですね。さあ、今年も早かったですな。早かった。皆さんいかがでしたか。競馬、大幅プラスになられましたかね。僕は、マイナスでしたけどね。まあまあっていうか、そうですね、なんとかすいません、なんとかここを当てて、まあ当て納めなのか、外して外し納めで終わるのか、どうですかね。まあ当てて終わりたいですね。当てて来年につながるようにしていきたいと思います。はい、そうですね、一応来年は、金牌からですね予想はしていこうと思います。まあ1日からね川崎競馬がやってますが、ちょっと予想の方は、すいません、ちょっとお休みをさせていただきます。いきなり休むんかいって話ですけど、ただ結果はアップしていこうと思いますんで、そちら、ご覧いただければと思います。今年1年ですね、夏はちょっと休んでしまったんですけど、本当に、特に、ここ 2,3 ヶ月ですね、終盤、たくさんの方に見ていただいて大変ありがとうございます。来年以降ですね、しっかり当たるような予想をですね、ぜひしていきたいと思いますので、来年もどうぞお付き合いください。では、良い年を、お過ごしくださいというか、良い年をお迎えください。では、本日もご視聴いただきありがとうございました。失礼いたしました。